逮捕されたのは住所不詳無職佐藤誠一容疑者。乗客らに怪我はありませんでした。読みからはお客様もホッとされていた様子だった。バスの中からは死にたいと書かれた佐藤容疑者のメモが見つかりました。事件発生から乗客解放まで3時間、一体バスの中では何があったのでしょうか。男はこちらのデパート前の停留所でバスに乗ってきたということです。当初バスの一番後ろの席に乗車していた佐藤容疑者は突然乗客の一人にハサミを突きつけ、バラバラに座っていた乗客をバスの前方へ集めました。そして運転手にこんな要求を。海老野へ向かえ。佐藤容疑者の要求を聞き、こちらの料金所付近で U ターンをして再び高速に戻り、海老野市に向けて走り出しました。その頃車中で佐藤容疑者は乗客の女性に携帯電話で110番通報をするよう要求。その後その携帯電話を奪い取り、警察にバスジャックをしていると語ったといいます。通報した乗客の女性はトラウマになるほど怖かったとコメントしています。予定のコースを外れたバスは途中2カ所の停留所で6人の乗客を降ろし、海老野市内のコンビニの駐車場へ到着。そこで立てこもりを続けました。佐藤容疑者は警察の調べに対し、海老野市にいる育ての親に会いに行くためだった、大きな問題を起こせば会えると思ったと供述。佐藤容疑者は事件を起こす前の昨日、自ら警察に電話をし、死にたい、捕まりたいなどと話していて、警察は動機などについてさらに詳しく調べています。